か慌ててるわね。あ、イリア、クロとミウも。ちょうどよかった。誰かいないか探してたんだ。助けてくれ。何があったの？このままだとタツコが犯罪者になってしまう。止めるにはお前たちの力が必要なんだ。だから、リディア、まあとりあえずついてってみましょう。これは何？へえ、ちょっと鈴鹿、何これ。分かってる、イリア、あれを見ろ。それと、これだ。超ジャンボ肉まん、10分以内に完食するとただ。ただし、残された場合は、罰金1万円いただきます。全然わかんないよ。わかれよ。タツコが勝手にこれ頼んで失敗したんだよ。金なんて全然持ってなかったのに。っていうか1万円って、もし失敗したら私たちに払えるわけない金額だよね。先に止めようよ。止めたかったけど、気づいたらタツコがもうガブッと言ってたんだって。で、このままだと親とか呼ばれて面倒なことになる。でも交渉の結果、あたしらが1万円分客引きして働けば許してもらえることになった。悪いとは思うが、助けてくれ。まあ、事情は分かったけど。ちなみに他のみんなももう助っ人として呼んである。いきなり電話で呼び出されて何かと思ったら、こんなの聞いてないよ。っていうか、小学生がこんな風に働いていいのかな。労働基準法違反。まあいいんじゃない。そのビラを配ったりして客を呼んでくればいいんでしょ。おお、なんかやる気だ。はあ、まあやるしかないか。お客、お客と。まだいまいち不安なんだけどさ、クロちゃんと分かってる？分かってるわよ。じゃあちょっと試しにやってみてよ。私がお客さん役ね。いいわよ。ねえ、そこのお兄さん、おいしい肉まん食べたくない？やっぱり分かってない。そういう客引きは禁止、絶対禁止。効果的だと思うんだけどな。肉まんです、どうぞ。肉まんとは、小麦粉などをこね発酵させて作った皮に豚肉、玉ねぎなどの具を詰めて蒸したものです。歴史的に。いや、そんな詳しい説明いらなくない。よし、作戦通りにやるんだ。いいな、ミミ、お前が一番適役だ。あ、その友達が困ってるんです。だから、あの、助けてください。なんだ、すっごく不健全な気がするんだけど。もうみんな真面目に働かなすぎじゃない。タツコを助けるためなのにさ。なあ、それでチャイナ服だよ。反則だよね。おい、ねえ、どっかに案内してくれるんでしょ。連れてってよ。それは特殊なサービスとかするの？あなたをもっと好きに着せ替えできるとか。いや、ないです、ないです。ただの肉まん屋さんですから、特殊なサービスとかないですから。ねえねえ、写真撮っていいかな。写真すれ合っちゃった。くそ、イリアめ。やろう、普通にしてるだけで軽々と私たちの遥か上を飛んでいきやがる。生まれながらの萌え属性エリート。あらら、大人気。でも写真はやりすぎかもね。止める？うん、あの姿のイリアを写真に撮って永遠に残しておこうなんて。
私一人で十分。いやー、一時はどうなることかと思ったけど、よかったよかった。うむ、なんか予想以上に客が来たとかで、逆にタダでこれもらえたし。ねえ、なんか忘れてない？そういえば。タツコの回収忘れてた！おい、タツコ！そろそろ体調も良くなったろ？帰るぞ！タツ…おお、どうした？みんな勢ぞろいじゃねえか！暇なのか、お前ら！お前わかる。言いたいことはわかる。でもな、よく言うだろ、戦闘民族はピンチに陥れば陥るほど強くなるって。俺は戦闘民族だと思うんだよな。家道場だし。だから次はいけそうな気がするんだ。なんか前回の金はもういいって言うし、起きたらちゃんと小腹も減ってたし、攻めない理由がないだろ。ってなわけで戦闘開始だ。いくぜ。